男は、こう言いました。カット。男は監督でした。もう、お分かりですね。周りにいた群衆は、スタッフで、喧嘩をしていたのは俳優でした。喧嘩のシーンの撮影をしていたのです。彼らの喧嘩はあくまでも演技でした。映画といえば喜劇王であり、映画監督のチャールズ・チャップリンがいますが、チャップリンのモノマネコンテストがあり、本人がこっそり参加したことがあるみたいです。本人だから優勝だと思いきや、決勝前に敗退してしまったのです。しかし、本物が偽物に負けて起きるなんて、愉快極まりないですね。